皆さん、金曜。え、インストールの話なんですけど、僕は絶対にあの、スニーカーにインストールを入れるようにしてます。えー、まあ、理由はね、あの、たくさん歩くからです。で、あの、サイズが大きいからとかじゃなくて、まあ、足のダメージを防ぐために、あの、入れます。で、あの、ダイソーでいつもインストール買うんだよね。で、なんか最近ね、あの、ダイソーでインストール買って、スニーカーに入れたら、なんかね、大きいんだよね、インストールの方が。なんか浮いちゃったりとかして。 で、ちょっと切ったりとかして入れると、あの、見事さ、ピタッてはまんなくて、歩いてるうちにさ、インソールがな、なんか歩いててさ、ぐにゃぐにゃしちゃったりとかして、処分して、で、また買って、また切ってみたいなことをやってたわけですよ。でもね、昔はね、インソール、ダイソーで買ったときに、スポッてはまったんだよなと思って、なんでだろうって、なんか疑問に思っていたら、すげえ単純なことに気づいたんですよ。あのこれを買えばいいんだよね。 これ、形状記憶みたいなやつ。これを買えば、あの、はまるんだよ。切る必要ないの。で、これ以外のやつを買うと、あの、大きくて、切んなきゃいけないんだよね。だから絶対これ買うしかないよ。これ買えば、もう、一発解決だから、切る必要なしで、まあ、足にフィットする、立体形状、うん、これ一択。 もうすごいよね。これ、あの、ドクター中松が考えたんじゃないかって思うぐらいこれすごいよね。これ、だから昔はこれを買ってたからハマっていきることなかったの。でも、ついいいつも手に取ってる最近のやつがこれじゃなかったから、切って捨て、切って捨てみたいな。しかもそれすごい短いスパンでだよ。だから、もうこれ一択だよ。うん、カップイラストで超便利です。ってお話でした。